今回特別に父の話をしたいと思います。うちの、父はですね、2年半前に胃を患いまして大きな手術をすることになりまして、病院に入りました。で、私は福岡で、父は別府なんですけれどもね、3時間半ぐらいかかりますが、毎週帰っておりました。運がいいことに、その大きな国立病院だったんですけれども、小学校からの同級生が、看護師さんでおりました。で、私のことも、そして父のことも覚えてくれていて、おいちゃんのことは私に任しときって、おいた弁で言ってくれました。もう本当心強くですね、手術の、先生からの説明の時も彼女はいてくれたりして心強かったんですが、ある日その同級生にですね、呼び止められました。ジュン、こんなこと言ってないんだけど、おばちゃんじゃない女の人がよく病室に来とるよと言いました。やばいですよね。で、まあ、その彼女が言うにはとっても綺麗な人なんやけど、一度会っといた方がいいんやないかな、私はどうもおいちゃんの女やないかなと思うよ。その同級生がですね、ショッキングなことを言いまして、ある日病室に入ると、その女性がおりまして、対面することになります。噂通り綺麗な方です。今挨拶して、その方はそそくさと病室出て行ったんですよね。私は父にですね、勇気を出して聞きました。父さん、また随分綺麗な人やね、さりげなく聞いたところ、父はですね、純子、実はな、あの人の娘はな、もっと綺麗なんぞって言われた。もっともっと大丈夫。意味が分かる。そんな父に連れ添って大変な思いをしてきた母の、ことを歌ったような歌です。女だからという歌を。